ということで今日はプロスケーターの池田浩太さんに教えてもらおうと思います。はじめまして、池田浩太です。はい、こうちゃんです。たまに教えてもらってるんですけど、うちも最近滑れてなくて。全然ね、結構久々だもんね。めっちゃ久しぶり。じゃあちょっと基礎からひとまずお願いします。お願いします。どれぐらいぐらい、全然やってないもんね。もう2ヶ月ぐらいちゃんと滑ってない。そんなやってないか。とりあえず乗り方からとりあえず教えてほしい。後ろ足で地面を蹴って乗る。誰？何貼ってんですか？ヤシオってやん。何？840ってヤシオって。ヤシオ？この場所ね。
けそうだったらこっちにもしがみついて、これでもう。おお。すごっ。意外と持ってると強いから、この引っ張ってる力で結構焦げちゃったりして。持って、この通り。すまない。なんでこうちゃんの真似しちゃったのに。とりあえず持つだけ持って、うん、体重かけずに進んで、始め方もう呼び方間違えてる。いいよいいよ。あ、ほらほらほら、いいよいいよ。その使い方ロープ、これいいの、うん、とりあえずそれでちょっとスピードになれる。それの繰り返し。分かりました。あとは首ですよ、首。目線。あ、そう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 。おお。耐えた。めっちゃ壁当ててる。後ろに。それこっちの方がやりやすいかもしれない。すごいすごいすごい。こうちゃん、こうちゃん、すごくない？すごくない？ヤクザです。違います。すごい、何してんの？乗りくりくっつけてる。カメラを、うん、普通、スケボーの下とかにくっつけるんですけど、ファンの皆さんのことを考えて、うん、あのスケボー目線からのリカちゃんっていうやつ。うわー、
自分の YouTube どうしたらいいの。でもまだできないんだもん。あんまり自分的には自分的にはあんまり上手くなった感はないの。恥ずかしい。みんなが上手くてすごい。いやだってそれは上手くなってる人だよ、うん、みんなが上手すぎてさ。それはでも関係ないから。そう、初めみんなそこ通って、うん、そうそうなの。そうそう、じゃあ頑張ろう。じゃあ頑張ろう。お、カメラ目線入った。いいよ。いいよ。なんか一回スピードつけて。おー、やべえ。すげえドエロカメラマンみたいな感じ。全然乗れてたっすよね。乗れてたっす。乗れてたもと思いますよ。もはや誰なの。自由撮影。すごい怖い。え、楽しい。楽しいな。ということで今日も楽しいスケボーをお友達に教えてもらいました。これからも頻繁にやろうと思います。ということでまたチャンネル登録といいねボタン押してください。バイバイ。いきなり閉まった。バイバーイ。